よし。あぶなー、もうちょっとこけるとこやったわ。はい、ということで、今回はですね、パンチの練習というのを家で簡単にできる方法をやりたいと思います。まず難しいことをね、ちっちゃいお子さんとか、入会したての新しい人はね、言ってもだんだんできるようになればいいです。まあ、構えてもらって、そして前の手、左手、これで打つのをジャブと言います。ジャブ、そしてワンツー、この2つだけ。これを練習していきたいと思います。もう簡単に遊びながらできる方法なので、覚えていってください。よし、はい、それではですね、今日はこの3人に、手伝っていただきたいと思います。本来ね、武道具店とかスポーツショップで売ってます、こういうあの持ってやるやつがあるんですけども、それ買うとね、何千円とかしたりとか、高いんで、もう簡単にもう飽きたらもう捨ててもいい感じ。これもう100円ショップのジョイントマットを、切って貼っただけです。切って貼ったりともビニールテープで巻いただけ。また作り方はですね、最後の方で紹介してますので見てください。それでは今日ですね、今やったまずジャブという技です。前の手、サウスポーの人は右手ですね、オーストロックスの人は前の手、左手です。左手で、はい、早くストレート、まっすぐ、流派によって左の、追い抜きとかあります。いいですか。はい、はじめ道場ではジャブって言います。ジャブ、前足に体重の背中があるとか、細かい注意はたくさんあります。それはちょっと上達してから、細かいところ先生直してあげればいいと。お母さんもだんだん分かってきたらそこを注意してあげればいいと思います。まず最初はちっちゃいお子さんはもう遊びながら、はい、左の前の手でジャブ、はい、ジャブ、バーン、そう、ジャブ、これを覚えてください。ワンツー、左右です。ワンツー、トントン、そうそうそう、パンパン、はい、この2つだけできれば、あとは動きながら、はい、こっち向いてください。はい、ダブ、ワンツーと、距離をしっかり大切に、前出たら下がって、下がったら前出る、これを遊びながら、もう鬼ごっこのような感覚で、はい、ダブ、はい、ワンツー、遊びながら、ダブ、はい、ワンツー、そう、当たるで、当たるで、下がる、体ごと下がる、はい、ダブ、はい、ワンツー、そうそうそう、こんな感じでやっていただければいいと思います。だんだん慣れてくると、はい、ジャブ、はい、ジャブ、はい、ジャブ、そう、ジャブ、そう、こんな感じで、はい、高さもお腹の高さでやってみたり、顔の高さとかちょっとずらしたり、ちょっとずらしたり、はい、いろんなところに正しい姿勢でパンチを打てるように、もう最初はもう手を出すだけでもいいです。とにかく目標に向かって手を当てる、こういう練習をしてください。ワンツーは2発ともない人に、はい、ストーン、そう、はい、動いて、パッと出したり、はい、パッと出したり、こんな感じですね。はい、こんな感じで家で楽しく練習してください。続いてお願いします。よし、はい、構えて、はい、ジャブ、そう、ジャブ、はい、ワンツー、そう、ワンツー、ジャブ、ワンツー、オッケー、はい、ポス、はい、ジャブ、とにかく手なもたな、今はい、一番緑上で頑張ってや、はい、ジャブ、そう、ワンツー、はい、力抜いて、力抜いて、力抜いて、はい、下がって、下がって、下がって、前もかなり高んで、はい、ジャブ、はい、ワンツー、はい、ジャブ、はい、ワンツー、オッケー、はい、こんな感じでやっていきます。あと上達してきたら今みたいに、はい、構えて、はい、はい、左を打った時に前に体重を乗るとか、はい、ワンツー、ここでもワンですね、はい、同じところをついていって体を回転してしっかりかかとを後ろ足を返すとか、そうちょっとずつ直していってあげてください。まずはコツ、ワンツー、ジャブとワンツーという名前と動きを覚えて体で反応できるように、ジャブといえばパーン、ワンツーといえばパンパーン、すぐできるようにですね、何回も練習してください。そうすると、はい、言葉と技の名前と体の動きをつなげてすぐ反応できるようになると、その先がもっともっと広がりやすくなります。はい、ジャブって言われてもどんなやったかなって考えているうちはまだまだ次に進めませんので、できれば名前と動きが直結するように
遊びながら覚えていってください。兄弟の奥さんを彫るところはもう子供同士でも簡単にできます。できたら声出していこうか。はい、こんな感じで子供さん同士でも簡単にできると思います。まずジャブ、そしてワンツーをできるように、もう遊びながら覚えていきましょう。それで一つ、ポイント、必ず前もやりましたけど組手の構えが大切です。各流派の構えをしてもらって、はい、そして前の手のジャブ、そしてワンツー、こうやったやつをですね、パンチを打てば必ず組手の構えに戻る、これができるようになってください。押し、はい、押し、それではですね、これを今から作りたいと思います。これはですね、100均で売っているジョイントマットです。全部が全部使わない、はい、まず1枚切ります。こんな形です。ちょっと汚いですけど、あの著名な方はサシとかでやってもらった方がいいと思います。もう一つ、このままじゃあちょっと音が鳴りにくいんで、この間に一つかまします。真ん中に少しこういうやつはめます。そして、はい、ビニールテープで巻きます。はい、ビニールテープで巻きます。はい、このままだとここが弱くなるんで、ここでも、はい、ビニールテープを巻きます。はい、出来上がりました。はい、ちょっとね、はい、道場で作ったんで、ハサミもちょっとこれまっすぐじゃないんですけど、家で、はい、綺麗に作ってくださいね。で、はい、できたら2つ作っていただきたいと思います。3枚重ねで間で1枚挟んでおります。そうするとこれ音が鳴りますので、ちょっとちっちゃい例ですけども、お子さん用に作りました。で、お母さんお父さんが持ってあげるときはこんな感じで大きめで作った方がいいと思います。